する TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、すするの大好きな家系ラーメンのお店がなんと渋谷駅前に移転しましたということで、こちらです。ドン。 JR 渋谷駅から徒歩2分くらいのところにあります横浜家系ラーメン侍渋谷本店さんにお邪魔してます。こちら横浜家系ラーメン侍渋谷本店さんは、私すするが家系ラーメンにハマるきっかけとなったお店で、今までにもね、何度も通ってきました。すする TV をよくご覧くださっているリスナーの方からもおなじみのお店なんじゃないでしょうか。今までは渋谷の駅からは少し離れた場所にあったんですけど、今回は駅前に移転し、さらに営業時間もね、もともと15時までだったところを11時から20時までの通し営業となりまして、前よりもね、ぐっと行きやすくなったんじゃないかと思います。安定の濃厚家系ラーメンを早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。東京都 JR 渋谷駅、説明不要の大都会は今日もぐるぐる回り続けています。さあ渋谷着いたんですけどね、まだオープン直後なんで全然住所とかがちょっと出てなくて、店主さんからね送っていただいためっちゃ簡易的な地図のみで頑張っていかなきゃいけない。でもまあ駅からは結構近そうなんでそんな迷うことないと思うんですけど行けるかな、これで頑張るしかない。行ってみましょう。地図によるとマークシティの方に店舗があるみたいなので、京王井の頭線の渋谷駅の方へ歩いてみます。考えたら渋谷に来てもこっちの方はあんまり行かないかもな。というかラーメン以外の目的であんまり渋谷に来ないかも。このね、渋谷のマークシティの横のこのエスパスの並びにあるはずなんですけど、どうだろう、合ってるかな。侍さんの移転前の店舗より格段に渋谷駅に近くなったので、かなり通いやすくなりました。いっぱい通うぞー。さあ横浜家系ラーメン侍渋谷本店さん、ハイテク食券さんです。今回はラーメン全部乗せとライスをタッチしました。卓上調味料の入れ物が家系にしてはちょっとおしゃれなのと、きゅうりの漬物が食べ放題なのは嬉しい。到着したほかほかのライスに早速きゅうりの漬物を乗せて待ってるぞ。こちらが横浜家系ラーメン侍さんのラーメン全部乗せとライスです。うやん。もはやこのスープを見るだけでお腹が鳴る体になってしまった僕がいます。こうしてこのラーメンをカメラに収めている間にもどんどん食欲が湧いてきているぞってことで、いただきます。ではまずスープから、ふはーん。どっしりと構えた豚骨とギリッとキレのある醤油を感じるパンチのある味わいで、どちらが出過ぎているということもないバランス最高のめちゃうまスープ。さらにそれらを包むような鶏油が全体をまろやかに仕上げてくれて、まるで草履を懐で温めてくれていたかのような気分で、ライスとのランデブーもバクバク食らって止まりません。さてお次に麺をリフトアップして、よっしゃスルーボラン。麺は家系といえばの境製麺製で、中太短めの麺にどこか安心感も覚えます。バランス最高、濃厚スープの持ち上げもよく、相性バッチリでサムライソウル、どんどんすすります。さあ今度はみずみずしいほうれん草をスープに浸してパクパク食らって、麺にも絡ませてアクセントを楽しみます。そしてお待ちかねのチャーシューをパクリと食らってみると、柔らかくもあり肉感もあり、すかさずライスを食らってしまうナイスチャーシュー。全部乗せということもあり、トッピングは大量に乗っているので贅沢に活用しまくるしかないでしょう。てな感じでまだまだライスのターンは続き、無料のキュウリの漬物もどんどん食らう。そして満を持して海苔の磯感が登場。どっぷりスープに浸して麺に巻いてすすれば、なんと海苔の磯感が広がって美味しくなる。それに伴いより食欲も旺盛になり、麺も米も食いまくりです。そんな全ての起点となった海苔を今度はライスに巻いて食らえば、今ではお決まりとなってしまっていますが、それが美味しさの証拠です。というわけでここで味変タイム。豆板醤とペッパーを投入してみれば、ピリリと辛く、そして全体もキュッと締まり、すするのテンションはさらなる高みへ。こうなるともうあとは片道切符だろうと、特急列車サムライ号に乗らない手はなく、ただひたすら前だけを見据えて大爆心。ライスも思う存分かき込んで、チャーシューも贅沢に食らいまくって、最後の1枚の海苔も使ったらいよいよ大詰め。
片茹での味玉がバッチリ染みていることを確認したら、あとはひたすら濃厚な激うまスープを堪能します。無意識にどん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 飲んじゃって、気がつけば見事完飲。本日も完食です。大変美味しくすすれました。かねてから好きな家系のお店として公言していた侍さん、駅から近くなったのでより通いやすくなって嬉しい。これからも足しげくすすりに来ようと思います。それではごそれおう。はい、ごちそうさまでした。いやー、侍さんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。移転しても変わらぬ美味しさといった感じで、一口目から衝撃のうまみが押し寄せる最高のスープでした。キレッキレの醤油ダレはコク深さもあり、ベースの豚骨スープと合わさると力強いうまみを発揮してくれて、さらにそれを表面に浮いたチー油がまろやかに包み込んでくれました。これぞラーメン界の、いや日本の侍と言ってもいい、とてもインパクトのあるスープでした。麺は平打ち短め太めの家系麺で、侍さんでは家系ラーメンといえばおなじみの堺製麺製のものを使っています。しっかりとコシがあって風味もよく美味しい麺でした。卓上にキュウリの漬物が置いてあるのもナイスで、卓上の調味料や濃厚スープを合わせてもご飯が進みまくる一杯でしたね。中休みなしの通し営業で侍の一杯がすすれるのは本当最高としか言いようがないですね。渋谷駅近くなので、ぜひぜひこれを見たズルズルズの面々には行っていただきたい美味しい家系ラーメンのお店です。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、横浜家系侍渋谷本店さん、家系界の金メダルや侍ジャパンおめでとう。どうもチャルゾーです。のびーです。編集後期、はい、本日のお店は横浜家系ラーメン侍渋谷本店さん。侍渋谷本店さん、はい、ね、すすがね、ついにね、かねてから大好きと言っていた侍さんが移転しちゃった、移転しちゃってしちゃったっていうかむしろ駅に近くなったんだよね。そうそう、すごい通いやすくなってね、エスパスをね、エスパスを指標にして探してもらえればというすするはどこに行くにもエスパスそれ何で言ってたやつ、サブサブかラジオかどっちかで言ってたんだけど、もうどこ行くにも、うん、あそこにエスパスあるじゃん、あのエスパスを曲がったところで何か説明するときはだいたいパチンコ屋をね指標にしますはい、ぜひね皆さんもそれを活用していただいてということなんで、まあ味もねしっかりとやっぱり変わらず美味しくという感じなんで、パンチがすごいですからね。ね、それでてバランスが取れてるという、てか渋谷駅のほんと近くにあるのめちゃくちゃいいな。めっちゃありがたいよ。これからますます混むかもしれませんけど、本当そうだね、はい、ぜひね皆さん行っていただいて、ライスもバクバク食っていただいて、侍のようにね。何それ。